こんばんは。旅するバスケットマンです。今回はカンボジアのシュムリアップへの一人旅です。死ぬまでに見ておきたかったアンコール遺跡をこの目で見てこようと思います。今回まずはシンガポールへ飛び、チャンギ空港で乗り継ぎをしてカンボジアのシュムリアップへと向かいます。今回も気ままな一人旅ですが、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。僕が乗る飛行機は22時55分発のシンガポール航空 SQ635 便です。カウンターも開いたようなのでチェックインをしてきます。ちなみに僕は事前に大使館へ行って取得してきましたが、現地の空港に着いてからアライバルビザを取得するのでも大丈夫です。はい、というわけで荷物も預けて無事チェックインできました。少しの不安とワクワクが入り混じったこの出発前の空港の雰囲気が僕は大好きです。さあ、それでは出国します。はい、というわけで無事出国できました。コロナも落ち着いて免税店もにぎわっていますね。旅行者がまた増えている印象ですが、それにしても外国人の方が多いですね。いやあ、多くの人で賑わってこその空港なので嬉しいな。コロナで行動が制限された時期は旅好きの人にとっては地獄のような日々でしたよね。でもまたこうやって自由に旅に出かけられる日が戻ってきて本当に良かったと思います。ボーディングまでまだ時間があるので動画の編集をして時間を潰します。ちなみにこの時編集していた動画は台中を旅した時のものでした。よかったらこちらもぜひご覧ください。予定より20分ほど遅れましたが、搭乗ゲートも開いたようです。では行きましょう。今回乗る飛行機は A350-900 です。タヌキっぽい目が可愛いですよね。ここを歩く時の足取りは自分でも笑ってしまうほど軽いんです。ではエコノミーのシートをチェックしていきたいと思います。テーブルは2段階の折りたたみ式です。ここになぜか鏡がついています。小スペースのカップホルダーです。11インチのモニターの下にイヤホンのジャックと USB の端子があります。膝前のスペースは173センチの僕でこのぐらいです。足元も余裕があります。110ボルトの電源コンセントもついていました。そしてこのスマホ用ポケットが地味に便利でした。 LCC ではないのでエコノミークラスでもクッションとブランケットが使えます。機内の安全ビデオは手話もついていました。
さすがシンガポール航空、インクルーシブですね。さあ、まもなく離陸です。機内の楽しみといえば、やはり機内食ですよね。この機材では、座席のモニターでこんな感じでメニューの詳細を見ることができました。ディナーのメニューは、チキンのトマトソースか牛すき焼きでした。僕は迷わず牛すき焼きをチョイスしました。ご飯物でもパンがついてくるのは機内食あるあるですが、どら焼きは珍しいですね。あとは個人的にお蕎麦が好きなので、絶対伸びているのが分かりますが、嬉しいです。すき焼きは美味しそうです。ではいただきます。美味しい。深夜のフライトですが、ご飯もしっかりいただきます。今回は赤ワインをいただきました。すき焼きとも相性が良くて美味しかったです。お蕎麦は予想通り伸びていましたが、海外でしばらく出汁ともお別れなので、やっぱりありがたいですね。ごちそうさまでした。食事の後にお世話になるトイレもご紹介しておきます。おむつ替えの台はフラットで大きいです。あとは大きな鏡が特徴的ですね。結論としては、日系の航空会社と同じくらい綺麗です。深夜のまどろむ時間も飛行機旅の醍醐味です。というわけで、もう間もなくチャンギ国際空港に到着です。出発の遅れが嘘のように帝国での到着です。それにしても、久しぶりに乗ったシンガポール航空はエコノミーでもとても快適でした。さすが2023年の世界の航空会社ランキングで1位なだけはあります。無事着陸しました。ではチャンギ国際空港内に降りていきたいと思います。何気に久しぶりのチャンギなので楽しみです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。